どうも皆さんはこんばんちは、アルジャです。音じゃドワーフ音一致。突然目の前でしょうがないな、やばい人みたいな自称兵器を。さあ行こうか魔女、はい、ディビジョン、ディビジョンちゃいますわ。2100ディビニティオリジナルシーン2、毒だらけ、ディビニティブエディション、スロー、燃やしていい。いやー、爆発これでも、あそこに毒があるんだね。油の樽よりも、あ、じゃあやばいぞ、毒出てくるぞ、燃えるぞ、爆発するぞ。そこ移動、はい、すげえトラップだらけだ。あだよね、あっちへんだよ。なんちゃこりゃ、火の海じゃ。あ、ちゃあの人大丈夫なの？ああ、もうここに来て回復せよ。むちゃくちゃな。痛い。そこまでは燃えちゃうんだね、毒出てくる。ごめんね。もう、まだもう。痛い。あ、やばいやばい。もう痛い。なんてとこだよ、死体の山。掃除した後みたいになっちゃってんじゃん。毒になるわ、燃えるわ、もう本当に。とんでもないとこだな。たまったもんじゃないね。なんか変な音する。何の音これ。何てる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 、昔のなんか何ここ。死体の山がある。やっぱ超入ってるよ。盗もうとしたんじゃん、動かそうとしただけだ。死体の山、この場所は一体全部死体なの。まあそれそうだな。なんかいる、誰かいるな。いるね、ラテカいる。いるね、死体の山だらけじゃん。ラテカ動きそうにないんだったら俺後ろから擦れるね、これ。擦った本が早いんじゃない。とりあえず取るだけ取って、取るだけ取ってみ。尺状って武器なんじゃない。でも武器だったら装備してたらもう拾えないんじゃない。拾えます、拾えます。取っていいですか。取れ取れ。バレました。終わり。なんでバレてんだよ。まあとりあえずなんつんだろう、まあなんかまあ、笑いながらこう手を差し伸べてくれるのはいいんだけどさ、それを俺が彼女の手を取って自由にしてくれると本当に感謝してるって伝えるって言って手を握るか握らないで彼女から離れるか。離れた方がいいでしょう、うん、離れます。なんて田舎者で。あ、なんか普通に挨拶したかったみたいですけど。またまた魔女ってのはそういうものなんだよ。もうまあなんか手にいた瞬間お前も死と泥水の悪臭が突然強まったらしいから、ふぅって言って鼻と口を手で覆ってこう自己紹介を省き、彼女の足元の死体がこのような説明のつかない悪臭を放っているという。まあ死体があるみたいですね。ありますね、この目の前に。目の前にある魔法防御170もあるぞ。まあまあそりゃもういいよ。美人のアドゥドモレドミルガハ資料ずつ4。待って、アウドモレドミルガハっつってるけど、うん、やばいじゃん。もうそれポカンとして見つめる彼女は何の言語を話してるのか尋ね、何言ってんすか。気にするな、他のものと間違えたのだ。私はラデカだ。そしてお前、お前は私と同じ理由でここにいるはずだ。ああ、尻にある花束を撫でる。どういうこと。え、ま、このバラは私のもの。ああ、何かその俺たちは知らないんだけど、それをそのバラを求めてきてると思ってるんだね、うん、はは。どうしようかな。武器を構える準備しますか。まあ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 、あ、でもあなたは完璧な方法を知っているというドラゴンのスレインと話がしたいっていうのもあるし、でバラは何なのかって話もあるし、バラ気になるね、うん、まあ、バラバラにしてやろうぜ。お、あ、知らんぷりしちゃって無駄だよ。これは死神の目の中でも本当にブラッドローズが生息する場所の一つ。お前は間違って偶然に見つけたと思っているのか。なんか随分とレアなバラらしいねこれ。へー、本当はバラのために来たんだという。あとどのくらい見つけているんだ。あなたはスレインのためにここにいるという彼を助ける方法なしに立ち去りたくはない。それ言っちゃうとバレちゃうからね、うん、この島フォートジョイから脱出できる道と方法を探しているという。真ん中かな、バラのために来ました。嘘ついた。嘘つきだ。
まあでも全部見つけちゃったから。ブラッカスレックスは体を作ることはできたがしなかったけどね。私は自分に見つけるべきものを全て集めた。なんか儀式用の材料だったみたいだな。ブラッカスレックス復活させようとしてんじゃねえの、また。いや、ブラッカスレックスは本当はこれを使ってればみたいな。そうけど、それの前に手に入れてるみたいな。彼女に想像していたことのいくつかを説明するよう頼む。もう彼女の話はもううんざりだという。制作バイオ、彼女の体の熱をすぐ近くに感じる。頭蓋骨がある。そこには細かい、非常に細かい穴が、それの隅から隅まで通してある。彼の使用した道具がどれだけ素晴らしいものなのか想像できるか、ちょっとよくわかんないですけど、明らかにやばいよね。会話はやばい方言ってる？うん、続けてくれ。そして私は噂を聞いた。彼が誰からでもソースを粛清することができる？はいはい、そう。ああ、はい、これは…後ろのやつ、後ろのやつ。いや、あのね、もうこの人の入ってたやつ俺盗んだのよ。お釈上続けてくれ。私はお前が美味しそうだと思うぞ。やばい、食われる。彼女…彼女の狩猟を持って引き寄せ深くキスをする。どういうゲーな、ドワーフだな。さすがドワーフだな。じゃあ彼女の狩猟を持って抱き寄せ深くキスをする。突然彼女の吐息はあなたの鼻をつく。それは悪臭を放ち腐り死の腐敗臭で満ちている。俺病気になった。あなたは身を引き離そうとしたが、彼女はあなたをきつく抱き、強く抱きしめている。逆に、うん、うわぁ、病気になった。やば、そりゃもう、この人見た目は美しいけど、もう中身は腐りまくっとるで。しょうがないな。全力で彼女を引き離す。すぐ治療してやるから待ってろ。ありがてぇ。本当にちまま、うるさくお前。そこで回復してる俺。彼女に地獄へ落ちろと言う。います。地獄へ落ちろ。さあ死体だよ、愛しい子や。ブラッドローズは死体が豊かで土地でしか育たないの。ああ、この辺りで咲く花なんだね、死体があるから。私は次回にたくさんのバラが、次にたくさんのバラが必要になるのよ。すでに私の邪魔をした旅人でことを始めたよ。来年の収穫がいよいよ報酬。まあここにあるのはこいつが作り出してるのもあるから。はい、戦闘開始。新たな、じゃあこの辺に生えてんだ、もう完全にブラッドローズ。ウッシーラ、うお、虫、ネクロマンサー、虫、ウッシーラ、ゾンビ、ゾンビ、ゾンビ、やりやがったー。ペンチェーン、ペンチェーンだ。ペンチェーン、よくないね。よくないよ。あれ攻撃すると、まあまあまあ、兄ちゃんもともども、グッバイしちゃうね。しょうがないよね。まあしょうがないね。とりあえず周りのをやるしかないんじゃない。パージ、使用回数44。盗んだやつ、なんか使用回数制限があるのはある。まあ、お前も生き返ったんか、お前。そう、手前のやつ生き返った。どうしようか、じゃあ。炎に基本的に弱いです。どうします。何から攻撃しようか。周りのやつをとりあえずやってもらえば。あ、こいつらレベル6だ、やべえぞ。これやべえな。やばいよこれ。やばいね、今までにないぐらい。とりあえず一番近い、うわ、後ろもいるのかい。え、待って、チェーンされてると、あいつを攻撃したら兄ちゃんに全部ダメージいくの。そうです。じゃあ、どうしようもねえな。試しに一回やってみたらいいじゃん。栄者がダメージ打ちると、キャラクターもダメージ打ちる。持続3ターンです、うん、3ターンは、とりあえず周りの雑魚を倒すことを。やめてミリミリはあかんて、ほんとに。まさかの全滅しましたね、ええ、はい。おー、あれは強えわ。まちょっと人形をということで、あのディビニティ、今後ありがとうございました。ありがとうございました。結局島を出るは出れなくて、ええ、出れずと。マジかよ。あれちょっと強いじゃん。ちょっとやっぱ人形整えないと無理だよ。あいつ集中砲火しないとダメだね。え、なに、盗むでそのまま行くのはダメなのね、結局ね。いや、盗んでそのまま行けるんだと思う。もう13000。とりあえず盗んでそのまま一回グッバイする。うん、そうね、それがいいと思うよ。無理だ、あれは。これなんかあれだよね、罠だよね、これ。奥のやつ飛ばしてもらう。念動力の力を見せてやれ。
わあ。これでもスッ。OK。OK。おお。うわ見えなくなる。My eyes。あじゃあこれ現実ってこと？どっちだ？違う。見えなくなってる大事じゃないのこれ？えなんで？ちょっと上踏んだら多分ボーンになる。そうね。実質じゃないよ。ああ。あじゃ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 あ近づくと見えなくなるね。うん、どうだろう、完全に隠密したらいけるかな。完全隠密いけんじゃないの。向こう向いてんのよ。お頼み申すよ。近づきたくもないわ。うん、わかる。I'm not picking that up. I could try moving in. あ、いけるね。あ、いけるじゃん。とりあえずはね。とりあえずね。レベル上がったら戻ってきてやるからちょっと待ってろという話ですよ。うんうん、じゃあ、ここであのドラゴンを引き継いでね。そうね。あーっていうかまあドラゴンの話が進めば経験値もらえてレベルアップでいけるかも。いくぞー。1万ももらえるかわかんないけど、帰りは私がやはり。あー我が念動力の力。これはもう What's this? I should neutralize this thing. OK。 うわーって戻ろう。ああ、怖かった。クイックセイ。とてもじゃないけど耐えられるような破壊力じゃなかったね。そうね。やっぱりね、今回2はね、遠距離がやばい。強いね。序盤だと遠距離に詰め寄るスキルがあんまないから。これでも確率性もつるってなった気がするんだよ。なりますよ。なんか忍び足になるからこけなくなる。そんなことはないと思う。今こけてないでしょ。よし、我を順守と約束は残酷な冗談だったか。多分俺が持ってるからだ。はい。ほい。あ、凍った涙が彼の目に。My gratitude for your efforts, friend. お主のおかげに感謝すると。あ、でも？いや、だから多分話が最初に戻ってる。あ、そう。話しかけてたのが俺だから、俺に渡してくれりゃいい。あ、おっと。どれだっけなぁ。サムよー、これだ。ドワーフの寒がり方おかしいだろ。はい。で、確かにすごい。ブラッドローズの盗んだのよ、バラ。ほう。それ、筋力、技巧、全てが10ターン内で1上がるっていう、結構すごい。それがあなたの到着に気づくと、彼の目の周りに希望の一別がちらつくのが見える。それはたやすい失望の目とともにしばらく沈んでしまった。お主はそれを持ってきたのか、あるいは我はどれのままか。じゃあ違うのか。考えが変わったという。ラディカの粛清の百条は保持しておきたい。すでにラディカの百条の、差し出す。はい。鋭い爪で掴みかかった。おあなたの目の前で百条の中のソースがドラゴンの体に波紋となって広がっていき、目を覆うほどの眩しい光が彼を満たしていく。そしてドラゴン戦です。おー竜神か。竜騎士スレイン超かっこいい。レベル9だ。竜騎士スレインなの。強い輝きを放つ光が消えた。目を細めてみると、今やあなたの前にドラゴンはなく、しかし顔立ちの整ったスレインと同じ目をしたリザードの姿が見える。超かっこいい。リザードってドラゴン一族なんだ。可能性はある、彼の眼は銀に穴を開けるほどにまだ輝いている。あなたの前で陰陣にお辞儀をすると、意気揚々とした笑顔が彼の顔に現れる。スレイン、どうぞ何なりと。お前と同じタイプの顔だ。お前や、似てる。めっちゃ顔似てる。アニジャムの頑張ればドラゴンになれるってこと。そうだね、レッドドラゴンかブルードラゴンか。リザードなのか、それともドラゴンなのか。どちらでもなく、どちらでもなく。あれは竜騎士。私が決闘の末裔だ。2つの形態に返じられるのが我らの最大の財産。すげえじゃん。超羨ま。かっこいい。いや、わかんない。アニジャムもしかしたら。ねえ、これから先可能性ある、うん、あいつの血を飲めば。とりあえず倒して、
食べればいいんじゃない。彼を助ける際に際し、稼いに際し多大な苦労を払ったという、彼のように強力な龍騎士が価値ある同盟を結んでくれることを望む。なってくれんのかな。かな。まあでも、ね、別に仲間になってほしいわけではないですからね。みんながお前のように思っていたら、このひどい場所ももう少しは日当たりのいい島になっていただろうに。おそらく我々がこうしてしまう前に、そのような状態にすることができるだろう。困っている人々に助けをもたらし、そのような断固とした高潔な魂に出会うことで、私に大いなる安心をもたらしたのだ。お前が本当に迷ったとき、お前に可能性がなく死ぬしかないとき、我が影の中に安全を見出すだろう。それを約束する。へぇ、礼を言い。何を契約隠しようとしているのか尋ねる。この島は神秘多き恐怖多き島だ。私ができることを学ぼう。おそらくここで苦しむ魂の一時的救済が可能だろう。それはあなたに微笑み、厳しさを返し去っていく。彼は数歩もしないうちにリザードの形から輝き始め、空中でぼやけていくと、巨大な心を持ったねに壁去っていく。おー、トゥラガーン、うわー、うわー、報酬画面で全然見えねー。はい、報酬、報酬、報酬。強いものばっかり出てるよ。1個しかもらえないけど、手袋、足、軍棒、アミュレット。アミュレットが、アミュレットは幸運と体格が1プラス。ああ、でかい、ね、首は取れないんだから意味ないでしょ。そうなんだよね。いや、今後取れた時のために、今後取れた時にはまたいいアミュレットが手に入ってるんだけど、基本的にこのグローブ物理15もあるぞ。物理防御15、魔法3。ほら、兄者さん、このゲームさ、そんなにこう、ステータス系はさ、プラス1がプラス2とかになるやつ、そんなないじゃん。1とか出ると、そのまま結構後半まで使えるじゃん。うん。って考えると、ペンダント。かね。まあ、ね、かなっていう。かなっていう。まあ、私、すごいいいクロスボウもらったんで。お自分は自分はいや、最初からこれは入ってたんで。あ、20から21の物流攻撃が手に入りました。しかもプラス1技巧でございます。空のスロットまでついてます。最高やんけ。もう最高ですよ。最高のクロスボウ。音じゃ俺も欲しい。何が、いい装備。あのね、君たち2人俺より全然いい装備してるからね。俺ただ単に体格上げてるだけだから。ちょっと何言ってるかよくわかんないですね。君には十分あの優秀なしもべがいるじゃんか。しもべが、俺はそうだよ、まあ、だ君たちがしもべみたいなもんだから、好きなだけいい装備しな。君たちがしもべみたいなもんだから。こっちの先行けるのか。 こっちか。もうちょっと、あとレベルいくつ。あとレベルアップまで9050だから、うわ、まあ、割とだよ。ここはそっから上はどうやっていくんだろうね。テレポートかな。動くな。嘘だ。あ、登れんの。え、嘘だ。ああ、ツーターがあるじゃないか。ツーターが。まず壁を見るべし。あ、お、何、石のガーゴイルがこっち向いてきた。お主、お主らはブラッカスレックスではない。 あったな、こういうの。どうしよう、嘘をつくか。あなたはそうでない認めた。とにかく入ることできるか尋ねる。立ち去る。一回立ち去るわ。さよなら。ガーゴイルの迷宮。はあ、どうする。近づけば入れるかも。超喋ってるけど、あの人。まあ大体こういうのはまあ正面から行かないで適当に行った方が早いんですよ。まあそこあるね。まあ、あのすでに正面ではないような気がしますけどね。なんか抽選分いねえかな。クエストのクリアだな、どちらかっていうとな。俺の山でも迷宮も入れます。待って、普通に迷宮入れるんだけど、もうお前違うなとか言われてるけど、普通に開くよ、あそこ。なんかボイドサラマンダーとかいうのがいるよ、あそこ。待って、なんかあそこにテレポートあるじゃん。ポータルがあるよ、あそこに。ポータル、あ、まあその迷宮は大体ポータルがあるだらけなんですよ。ボイドサラマンダーいるね。ボイサラいる。ボイサラ、ボイサラ、ボイサラっていう時点で俺のまず火の尺変えるわ。水にしよう。ボイサラだったらこの位置からいけんじゃね。まあ俺が引きゃいいんじゃね。ボイサラいけますわ。ボイサラとかもレベル6会話するあれないっしょ。炎と毒耐性ちょっとある。じゃあ俺下であれ頑張るわ。スタンバイ、スタンバイ。あ、よ、急
消えろボイサラもちろんやべ、永遠にこっちのターンそんなことはなかった超ブチ切れてる。でも2発分はほらほらちょっとまだアンジャ待ってって動き出しちゃうだろうが、はい、いくぞギリギリで。いや、3体いるぞ。3体いるな。あいつレベルいくつなの？ 6じゃん。とりあえず待て、俺が攻撃する限りは永遠に俺のターンだから今。さっき戦闘がリセットされてた。あ、なんか毒のやつも奥にいるわ。あららら、ほら、永遠に俺のターンですよこれ。撃て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 、じゃあ撃ってくれ。そういうことなの？じっとしてなさい、うん、今動いてないなはは。は、やつは感知できないのだ、私の攻撃を終わりやば、それあともうちょいで1体倒せるぞあと1撃、あと1撃だ最強だこれがそんなことある？そんなことある本当は425入っとるわ。入った？入ったわ。で、多分そのままアニジャ動かないでターンが進んで、やつが前に出てきてくれると。そうね、了解した。もうやられそうだから、そのままサランダーワンダーを。あれ、ちょうどそのボイサラあたりだった。後ろのドワーフの残骸味方にするよ。で、まあちょっと射程外っすよね。待ちます。いつも伺ってこい。おつゆさんのところに血まいとくから。はい。すげえ、血の道ができつつあるわ。うわ、スピード速い。おれ速い、行動力速い。あ、そのままおつゆさん動かなければ。そうね、ここから動かない。さすがに戦闘開始。あ、戦闘開始。あ、虹入ってきたね。入っちゃった入っちゃった。ギリギリだったらいいのかよみたいな。でも一発分はちゃんと当てたから。何にバウンシングシュールドしたの？おつゆさん下にバウンシングシュールドしたよね今。マジで言ってんの？下に行ってた。いや、何のことだか。アニムス、ぬん、はあ、届きますな。そこはね、まあ、魔法だったら余裕ですよ。あ、そーれ、マジ強いぞ。あ、そーれ、体力の量が半端ねえ我は天罰とか言ってるぞあいつ。まあ、我は天罰我は天罰よ。天罰上から来るな。あ、終わったな。これが我の天罰よ。強いよ。なんだね。さっき手に入れた弓つえ。いいことだ。しかもほら、ターンが終わったから俺また動けるようになった。ターンが終わった。遠くだとほら戦闘解除判定になる。あ、そうか。今また今また私はこの戦闘から解き放たれたのだ。近づいてきたら言って。了解。まだ近づいてきてない。はい。はい、うん、やり放題じゃんね。俺特にやることないんだよ。うん、近づかない方がいいよ。もう多分届かないし。殴り合ったら結構強そうだもの。ちょっと待って、何をするつもり？届かないわ。うん、まあ待機していただいて。普通の攻撃でも十分強い。なんだ、うわ、汚染。血が全部汚染されたわ。回復したけどね。ちょっと待っててね。スイ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 。まあ倒せちゃうけど。スイ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 。終わった。終わった。なんだ？なんか喋ってない？喋ってるよ。アミュレットだ、虚無の。虚無のアミュレット。まあ、ボイドっていうぐらいだから虚無なんだろうね。まあね、何かでこうなっちゃったんだろうね。あ、こんなボイドリングもいるわ。
すんごい。ブドリングの死体も本当だ、ある、うん、毒がすごいんだ。シーカーどんだけ死んでんだよここで。ね、あ、洞窟の入り口だ。わお、しかも魔法で隠されてる。イエー、魔風で隠されてる。ちょっとおじいさん入ってきなよ。スターダストハーブ行ってくるぜ。経験値がどう、ニコニコだ。4820。あ、ブラッカス X の宝物庫。トラップあるよ、兄者。毒、危ないね。トラップ持ってけりゃいいのにな、これ。なんか入れますぜ。なんか行きますか。暗闇の洞窟。つんうわー、なんか絶対出てきそう。来たことない場所だと思うよ。だね。俺俺来ちゃいましたね。ええ、まあ、やべえ武器が手に入るかもしんねえか。まあ経験値にはなれば何でも。レベルもう一度上げたいね。いやー、ほんとですよ。ベニテンだっけ。ベニテン、なんか魔法の、魔法のシートみたいな。お、これ入れないわ、ここ。なにこれ、どうやったら入れんのこれ。こういうのは、おわわわわ、やばい。なに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 、トランプドイ。おいな、お前その下に隠してるものを見せてみろ。さあさあ見せろ、お前の。オッケー。彼の言葉が終わらせる前にこの厄介者を追い払う。そうだね、うん、まあそういうやつだね。宝物庫の大体いるやつ、大体めんどくさいやつだ、うん、お、いやでも普通にまた話しかけられるの。そう、何、どんな感じ。うん、全く哀れなことだ。はあ、わしを殴りたいんだろ。いいぞ、やってみろ。全力でかかってこい。いやいやいや、敵対だよね。完全に、完全に来るやつだよねこれ。どうです、え、来ない。いや、あ、いや何も来ない、ほら。いいだろ、全力でかかってこいって言ってるからかかっていけばいいじゃん。いいのかな。そうだっけ。できるの、そしたらおじいさん後ろ向いて攻撃してくれる。あいつの背中の方から。こっちね。そう、そこから殴ってくれるや、全然。じゃあ、せーの、せーので。申し訳ないですけど、いいですか。はい、どうぞ。あ、ま、あ、ちょっと、あ、いいよ、はい、あ、いいですよ、いいですよ。で、後ろに折れた。戦闘した。あ、そうか。いきますよ、3、2、1、GO。すごい攻撃きつい。すごい攻撃きつい。地図つく前に立ち去るべきだ。なんか透明になってない。ん、何言ってんの、こいつ。何言ってんの。まあ何言ってんだこいつ。何言ってんだ。ヘイストした。何言ってんだって言いながら、いや、ぶち込みます。 あいつ人間じゃないんだね。アンデッドです。うん、え、すごい怒って俺の方に来るんで。行った。あ、出た。超行った無知。何が怒ってんのこれ。萎縮してる。萎縮してる。ビビってるってことこれ。多分そうだね。へいへいへい、ビビってるってやつでしょ。立ち術だね。だね。毒 200% なんで、やっぱアンデッドですね。アンデッドでした。はい、回復させてあげれば一発ですよ。しょうがないな、あんまり巻物使うことないから。ちょっと一回使ってみろ。どうぞこれを。もう48しかないぞ。35、13になったぞ。お願いします。お願いします。1残ってます、3残ってます。もうトランプドイさよな。死になさい、だってかかってこいって言ってんだから、ね、あれ、なんか消えたね。消えたわ。嘘でしょ、幽霊。何も残ってないよ。あ、やべ、トラップだ。ん、トラップだ。何これ、トラップ。幻影の箱、幻影的な木箱。まあこういうのはですね。お、おお、ある道が。セーブ入った。いやね、予感がするぜ。まあセーブが入るってことは、さっきの倒してチェンジンチ入ったのかな。入ってない気がする。おのれおのれ、音じゃ。おお、こっちもただやないんやで。ベニテングだっけ。あそこ登れるぞ。ええ、お前。あ、おついちおうか。さよなら。あ。ああ。つって。おお。まただ。なんて。
出ていくように言わなかったが、お前を感じしたつもりはないんだが。あれ、トランプどい。そっと後ろに回ってた人いたな、今。愚か者にする薬はない。バトル。あれ、今回はすぐに。ちょっと待って、なんか後ろ、なんか目の前にいる。なんか増えたよ、3体ぐらいいるよ。トランプどいがいっぱいいる。スカイシャーって強い。なんて強さだ。3体。あっち側に、おついさんの方に送っていい？あっち側にお願いします。そういえばリコシェします。ここら辺なら入るかな。はいはい、反射持ってんな。んよし、はい、ウォーターインフュージョン。おう、リジェネレーション持ってるから勝てる。水耐性40。どっちから攻撃したい、おつりさん。弓かな。了解。マジックタイプ全部トランプドイなんだね。分身してるじゃん。あいつら分身したのか。あくまでスタッフ終わり。回転切りの時間がやってきた。とうとう回転する時がやってきた。何回かはやってるんだけど、あんまりね。いいでしょう。とりあえず挑発入れて。超の発で回転切る。いいねいいね。二人同時に。あんま一つ生えたね。でいけるね、回復。わお、わお。バウンシングシールド。おし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 。平成を。私ヘイストをおついちに。どうもリコシェをここに。素晴らしい。あとはこいついいか。強っ、46ってなんだよ。やべえだろあれ。もうこのまま、はいどうぞ。また回復入るからそいつは終わるよ。はいどうぞ。うわ、上の魔法使いを攻撃しないとな。自分が悲しくなってくる。しょうがないな、攻撃力取ったらなんだから。80ちょい、100ぐらいしか HP ないんだぞ俺。あんじゃもう何かやられたら終わりだ。まあね、そうっす、何かやられたらもう。確かに確かに、こっちで即死だから。それさ、もうそいつ倒しちゃうから。あ、ギリ立てんじゃん、トーテム。ほいはっ、立った、目の前にトーテムが。マジックシェルに包まれている。え食らわなかった。魔法食らわんぜ。あ、移動しちゃう。まさかの降りてくる、わざわざ。死んだ死んだ。あ、でも TT1200 入ってるわ。後ろの頼むぜ。残り2400。こけるはず、当たれば。でもヘイストかかってるから、そうだよ。ちょっと角度が悪いんですよ。そのまま殴りってた方が早いけどね。あ、そう、まあいいや。テントゥー。オッケー、あとはよろしく。うれ汚い笑い声が出たね、今。汚い笑い声が。僕も混ぜてよ。やっちまえ。当たるんじゃない、そっか。メロヤンやっちまえ。メロヤンだったのか。ターゲットが遠すぎますね。左前へちょっと移動すりゃいけるしよ。そうね、あの端っこの方。スイスイスイ。
いや、見えないですね。見えない。まあ、それは任しとけばいいですよ。もう終わりですよ。余計なことをする前にも早めに終わらしましょう。なぜに私もやれることと言ったら、あいつはさ、消えちゃうから死体がなくなるんだよね。そうね。まあ、幻影なんだろうね。当たるって何それ。その角度って当たるの、どういう位置から打ってんの、あれ。あれは当たるんだ。お、あと一撃。イエーイ。イエーイ。これ嬉しい。あと1225でレベルアップだ。宝箱も出たぞ。やほい、あちるあちる。落下スレックスの、いや、絶対罠っぽいんだよな。どうぞ。ちょっと、わあ、やっぱり、あー、トラン思ったより魚しやすいようだって書いてある。イエイイエイ、騙されてやんのも哀れなバカめ。哀れなバカめ。痛くねえよ。かわいそうな坊やだ。これ遊びとかじゃないんだぞ。財宝が上空から単に現れるような世界がどこにある。そうか、トランプのいいキャラしてんな。やっちゃいますまた。やっちゃいますね。多分それはちょっと出てるだけなんだろうけど。まあどうぞ。はい。何かする前にボコすつもりだこの人だ。足りめえだお前。消えてなくなるだわしやが。バオンマ。本当もう。あ、なんか残ってるよ今回は。あ、消えた。で、多分あれなんだね。経験値は本当に入らないんだね。これはね。こういうキャラクターだから、ね。左側も抜ける道あるけどね。なんなんだろう。そうね。もや。お？いや、中で一緒に。あ、ここ通れる。ほんまや。あっち行くと多分トラップだと思う。あ、いたー、その前にトラップあったー。あぶんな。あ、気持ちいい。こういうの、こういうの、まだ解除できねえ。俺しかできないよ。宝箱だ、入ってる。そんなにいいものではない。今回は入った。あぶっ、気をつけろ、罠を見つけろ。あぶ、兄者が先行かないと分かんねえからな。俺じゃないだろう。本庄だよ、口一番高い。12ぐらいあるでしょ、多分音じゃ。え、なんで装備してんじゃないの、あれは。10しかないよ。嘘。なんかあったでしょ、基地が上がるやつ。基地が上がるのはないぞ。靴渡したじゃん、港のところで。そこで取ってったじゃん。もう今は装備してないかな。ぶっちゃったんじゃないですかね。はぁ、防御力高くないからね。後で返すよって言っておきながら。売ってはない気がするけどね。とりあえず俺のところにはない。なければないです。そんな基地上がるのはなかったよ。行動優先度のやつは俺は持ってるけど。行動優先度、行動優先。こっち戻ってってもしょうがないし。こっちだね。俺だって基地10だよ。あんなや。マジで、なんかアニジャだと前に行くと見えてるんだけど、なぜか毎回。こっちなんか降りるとこあるよ。ん？こっちはヤバそうな部屋だな。ほにょ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 。おお。なにこれ。なんかすごい曲が流れ始めてる。摩耗した宝箱。宝箱があるだけだ。ああ、一応宝箱に入ってる。だけですね。クイックセーブ。でもなんかいい宝が待ってそうな気がするよ。まあ、ブラッカスレックスの宝物庫だからね。ん、なんかいる？いないか。神秘の部屋。扉があるぞ。装飾線。喋ってきた。おお、ただの偽物じゃねえか、おい。何？そなたは見つけに来た。そなたは探しに来た。しかし見つからない。残念なことだ。それがあなたの助けになるのはそれでいい。そなたを助けることはできない。我は質問のみを与えるのみ、答えることはしない。素晴らしい。ブラッカスはそれを望んでいたのだ。トランプ道はとどまらなければならない。そなたはこの不運な金庫室の所有者には会ったか。あっち。鏡あるよ、ここ。彼を思い出して笑うおかしなやつだった。そなたは運命よりも彼に優しい。自分の姿を映ってきた。そなたはこの先へ進みたいか。
そうする。よく聞き、試みるのだ。ブラッカスは暴虐で、ろくでなしで、あくまで超超うんざいする災難だ。ある者は彼のことを野良犬と呼ぶ。では、野良犬とは、これ多分アニシャじゃないとわかんない。何？あの、綴りのヒントですね、これね。綴りのヒント、なんだこれ。ブラッカスでローマ字でってことか。あ、暴虐で、ろくでなしの犬災難だ。ある者は彼のことは野良犬と呼ぶ。あくまで超野良犬とは CUR か。超うんざり、ろくでなし、ろくでなし、暴虐、うんざり、超暴虐でうんざり。あ、だからこれ CUR の順番で言うんじゃない。超超はもうこれ普通にローマ字っていうか日本語読みか。超うんざり、ろくでなしだね。そうだ、そうだね。超うんざり、ろくでなし。お、いや、ちょっと待って、これなんかバトルが起きそうな雰囲気じゃない。ちょっと待って、はい。そ、なんだよ、お前。そう、当たり前だろ。足りめえよ。本当に毒や、毒や。俺はここら辺かな。アンデッド系だからな。はい。いいよ。いいですか、はい。よっ聞き、試みるのだ。二つ目来た。ソースとは災難、恩寵。あ、また同じやつですね。では、キュアとは、超愛。ソース、スでシー。超愛先来た。超愛と、円環が最後だって。超愛円環だから真ん中じゃない。真ん中だ。無能ではないこと。素晴らしい。しかしトランプドイが答えを教えた。そうなのか。もしくはトランプドイが教えた。そうなのか。彼はそなたが成し遂げると期待して。どっちにしてもありがとう。ラッキー。ロックされたところさらにいくつかの必要はないです。ウェーラブラップ。やったー。あ、テレポーテーションなんか出たな。テレポーテーション、うん、レシピに。あ、巻物。巻物作れるぜ。まあ今はほら、あるから。あ、そっか。今は。いやー、召喚術の何か手に入らないかしらね。もう少しで、あと2で召喚術が10になるんですよ。甘えたこと言ってるんじゃない。なんでだよ。甘ったれんじゃねえよ。もう体格バカになるしかないじゃん。体力いくつ？え？体格20。体格20。で、筋力15。基地は結局僕はいらないという感じなので、ただ技巧があると装備がいっぱい装備できるんでいいかなっていう気はしますけど、どうなんですかね。技巧系の装備によって体格今24だから。じゃあ、あの、そのまま体格に2振り。え、扉開きましたね、この先に進む。素晴らしいです。謎解き成功でございます。ちょ、待ってね。どうしようかな。王法2にしようかな。いいですね。結局ね、殴られないことには。そっか。風術のやつ外しちゃったからねえんだ。もう普通に進んで、あ、あお、宝がいっぱいありそうなところが見える。見える。また魂が。また魂？魂がある、この先。こっちの扉はいいのかい？これどこに繋がってんの、この扉。そっちは見たことないよ。ふわー、毒になった。ただの罠ですか。まあですよね。わあ、おい、戦闘開始や。カメレオンクローク。なに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 、ちょっと。とりあえずトランプドイがまた待ってる感じです。私のターンで。ちょっと毒回復する。そこの先に見えない足場あるから進めるよ。はい。おついさんもう入ってんのか。これ下がっていい？え？下がっていい？下がれ下がれ。また会話中？ここまで下がる。いや、もう戦闘中。戦闘中です。来るぞ。一人カメレオンクロークしてるから気をつけろ。あれ、どこに隠しの橋があるんだろうな。攻撃できるやついる？結構遠いんだけど、みんな。ナイスね。おい。スレンジャーが1、近づいてきてる。上取ってるな。
まあ、来るの待った方が早いっす。迎撃態勢取ってください。行きますよ。あとはよろしくどうぞ。視界まで連れてきた方が良さそうだね。そうね。まあ、とりあえずクローブで隠れてるやつがいるから、ちょっとだけ前に出てここで待機。あ、いいですね。まあ、攻撃されるよ。後ろにいた。トランプ通りすごいな。そういう感じか。そこ繋がってんのかい。なるほどね。やめて。うわー、水ベタシー。あー、動いてるな、クロークが。ラウンド2ファイト。いてー、ビリビリ、俺だスタッフオブマニーミス。そうそう、あー、そうだよね。リコシェ。そろそろ出番？そろそろ出番ですね。オープン。うわーお。いや、なかなかやばいぞこれ。お、痛い。真横になんか突っ込んできた。こいつからだ、こいつから頼む。こいつからね。そいつがもうあれがない？いや、がっつりあんのか。あ、まあまあ、待って待って、その削…まあ、でもその前に誰かターン来るな、一人。そうなんですよ。待ってくれれば、もしくはここ待ってくれればヘイストも入る。それ一回ターン遅延させた方がいいかもね。転倒させたいなら。あ、じゃあちょっと一回アニジャに打ってもらうかして。ターン遅延。そいつか。電撃グレネード。逆に信じられない、うん、全員感電した、うん、あ、じゃない、おついさん、麻痺しちゃった。不意に。ダメだ。シャリア。一旦仕切り直しでもいいのよ、これ下がって。ほい。いや、まあまあまあ、あー、おついさん、麻痺してるから気をつけて。大丈夫、お前なら大丈夫。来た。お、マジックシェル。なんか上大丈夫治るのがすげえな。そうだ、上大丈夫治すんですよ。いいね、もう魔法使いだね、アンジャは。こいつは何に弱いんだ。火でしょ。水、土、毒、耐性。火ぐらいか、やっぱ。俺ごと回した。やっべ。なんだやっべ。しょうがねえよ。ちょっとあの、火が欲しかったね。すまねえな。おとじゃ犠牲になったのじゃ。しかも切り出てあの人攻撃できなくなるぞ。とりあえずね、そっち側奥まで逃げた方がいいよ。ここで戦うとガンガンダメージ食らうから、俺も逃げるわ、次のターン。あ、なるほど。こっち行きまして、おほう、はい、え、勇気痛いですけど、まあ、痛いんですけど挑発してくれるの。なるほど。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、もうちょい、はい、はい、おお、挑発で、ちょっと自分頑張ります。自分でなんとかその目の前のやつはもう魔法防御1しかないから、魔法系ガンガン入る。魔法系ガンガン入る。あーと、どちら？ん？あ、違う、こっちね。音ちゃんのとこにいる。あ、音ちゃんのいる方ね。そう。あ、ほんまや。あ、届かないよね。さすがに届かないわ。回復は物理に入るから気をつけて。え、魔法でしょ？魔法じゃない。物理に入ってた、さっき見てたら。多分。いや、魔法だった気がするけどな。まあいいや、じゃあ。とりあえず。まあ、とりあえず自分と戦えて、レンジャーがめんどくさいから、レンジャーどんどん攻撃してほしいから。いや、魔法がね、なぜかね、届かないんだよな、それ。あれ？レンジャーだよ、自分の後ろにいる。よいしょ。ほら。あ、物理なの？ほんとだ。わあ、戦略的撤退という名の寒冷化。なんだー、寒いー。
たい。体力上げといてよかった。はい、じゃ目の前のやつ撃つ手もあるが、狙えるんだったら奥の物理がないやつを狙った方がいいかも。無理です、あんな遠くまで矢は飛ばないので。とりあえずこいつに回復ぶち込んで。なるほど。それそれぐらいですね。頼むぜ。やめて。何が反射した。クリティカル2連チャンとか。結構痛そう。クリティカル2連チャンとか迎撃されるよね。あ、まあまあまあノーダメージなんですけど、ね、結構全体攻撃が多いね。炎がいいよ、炎が回復出せるからさ、水だとあ、じゃあ敵に回復すればそれが丸ごと入るわけ。骨から血を取る。あ、やべえ、そこ雷だったからあ、でも50から55度の風ダメージって強い。どれぐらい入るんでしょう。私も吹っ飛ぶんでしょうか。すごい 50! すげえ感電強なったな。また1上げたらパーン37って41。風効くな、これ風マイナス15だこいつ。あ、そうか、感電してるからかな。え、飛んだぞこいつ。冬冬って何。冬ってほら向かい前にあったね、あの地面のやつが向こうになっちゃうやつ、はいはい、レビテトね。うん簡単に言いますとね、ま、倒しちゃってください。おついさん、あ頑張って。何を言ってるの。君の方平和なんだからね今そんなことないよ。クリティカルや無視できるように今何もないの。手前のやつ倒せたら手前のやつのとこに移動すればいいじゃん。そうすれば矢から撃たれないでしょ、四角だから。あ、まあね、近づいて殴れ近づいて殴れ、いいんですよ。あ、いいですね、素晴らしい。ん？で、こっちが？あ、なんもないんだね。ほらよ、素晴らしい。ナイス。おう、痛くない、痛くない、素晴らしい。痛いでしょ。痛くない、なんてったってのダメージ86。まあ、ブスブス刺すじゃないでしょ。いいね、ほらよ、もう一発ちょうよ。でーい、あれあれ全部あいつが本体だったんだ。あ、そういうこと。本体とかあるの。本体倒れてるよ、俺まだビリビリしてる本体だ。おざまみろ。なんだ、わ、やば、やば、あ、呪い状態にする、やば。え、やばブラッカスの指輪、やばい、拾ってしまう。いたしー、ヒッター呪われよった。いたしー、ヒッター呪われよったぞ、やばい、やばい、やばい、指輪だ、これあなたたち、これが耳にささやきを感じる。いたしー、ヒッター。それは指輪を指にはめるようにあなたに指示をするって言ってるよ、これ切り落とせ、指を。ざまあないね、これは拾っちまったぞ、こいつイーってか言って拾っちゃったから。ヒッター。あ、でもまだ装備してる。いや、まあ、他にも鑑定できる装備たくさんあるけど、これいる？指輪？トランプドイのナタみたいなのあるよ。ナタ、ああそうね。ディケイタッチのスチールブックあるよ。どんどん取ってください。ディケイタッチ欲しい。もうまだ残ってるから拾って。まだ残ってる、大丈夫。もう触って、なんか指輪つかない本当に怖いわ。指輪は指輪である、拾えない。優雅な指輪が。あ、で鑑定はよろしく、ね、はい、鑑定しますんで。おとじゃさんね、ロックを解除していただい
あれ、俺ロックはついてないと思いますよ。おついさんはロックかかってる。いや、今ハゲましたし。ハゲ？ハゲ、ハゲ、ハゲてるわ。もうハゲてますわ、それは。何ですかね。ハゲとは何かね、君、ハゲとは。ハゲとは何かね。そのハゲに救われてるのは誰かね。鑑定よろしく。はーい。自然発火のスキルがある。変術2が必要だ。うわぁ、トランプドリルになった。結構いいなぁ。なかなかいいなったね。いいね、これ。これもらおうかな。どうぞ。でそうか、なんか本物とかいるんだ。いや、まあでも今のでトランプドイを倒したね。そうね。鑑定の結果はトゥン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 。いやこれは本物ですね。家で大切にしてやってください。あー、これすごい。おーすげーの来たわ。これは目強い来たな、ありがとう。これは目強い来たな。ありがとうってなんだ、ありがとうって。強いだから。しかもあの体力吸収 10% っていう。で、知力1、16、21の毒だからね、ちょっとあれですけど。お父者さんの杖はいい杖ですね。まあ、大切になさってください。はい、頑丈なメタルブーツ。乗りたいと思います。ブラッカスの指輪やばない。これ呪い状態になるよ、でも。呪い状態について書いてある。なにこれ、優雅な指輪。最高じゃん。優雅な指輪。優雅な指輪。ドラゴンの魂。お前だって資料術外していいのか、それ。元に戻った。ドラゴンの魂を最初まで使ってたのか。ずいぶんいい装備持ってるね、君たち。よし。じゃあ、ちょっとこれも。靴が消えた。スッと消えた。そっと靴が消えたよ。ちょっといただいて、ごめんなさいね。筋力が11必要。筋力がもう1あれば、私に筋力がもう1あれば。まあ、ちょっと装備的にも防具を強化するために振らなきゃいけないけど、まあ、技巧の装備あるからね。そうなんだよね。無理に。この先はやばい。あ、でもスタッフ。おー、宝の山や。ほほー、金の山。魂の瓶系やばくない？これ1個しか取れないのかな。そのまミスったら消える系ね。ちょっとセーブしといて。もうミスったら目の前からスッと消える系ね、これを。すごいよ、この金があればもう俺たちは自由だ。ちょっと触ってみて。ちょっと待って、粛清の石像ここにあるんだけど、ここにも粛清の石像があるんだよ。あ、粛清が。あ、取った？取ってない。取ってない、取ってない、触ってない。怖い。とりあえず宝箱開けようか。スチールブック。あとね、金の山の中の金は取れるよ。取った。チャレンジングにすんな、チャレンジング。おお、開けたぞこの人。両手剣入ってる。ハラの闘士の特徴的なスタイルで作られ、歯のような刃が血に飢えているエルフの剣。ああ、何してんの。お前は完璧にやってくれたって言われた。ああ、よかった、別にいいだろう。なぜあなたを外へ、なぜ外へ我々を攻め出そうとしたのか尋ねる。この中に入ってるから。何が。これこれこれ全部なんかやばい。あ、ほんまや。両手剣、それ鑑定よろしい。話してる間に全部なんとかして。あ、そうだね、ちょっとでもね、これ取って大丈夫かな。金の山は全部。いや、もう金の山、スキル袋の方がいいかな、取って。じゃあスキル袋もいいんじゃないですか。あ、許してくれそう。100。あ、これ粛清の石像。そうそう、粛清の石像あるのよ。そこにもなぜかあるんだよ。あるのかい。これはなんだ。使用狩猟術師タムシン。タムシン。あ、タムシンね、有名ですわ。ラスクグウィック、また魂の瓶ですよ。グラティアナ。ちょっと俺の目の前でトランプドイ、トランプドイのもあるよ。あ、金の目を、はい、取った。オッケー。おい、目の前で。マイケル・ゾルダック、ゾルダック系のやつ。もう大事ですから。ちょっと待って、鑑定して。鑑定して、それ。俺その剣をもしかしたら装備する男になるかもしれないから。マジで。なぜあなたを外へ攻め出そうとしたのか尋ねる。彼は震え、静かに吸い泣いているようだ。さあ行きましょう。鑑定の結果はトゥーチキン、チキン。おわ、すごい。おわ、すごい。これはすごい。これすごい。全くわからねえぞ。すごい。これは略奪者だね。これはやばいんだ。筋力美術でプラス1だって。それは装備したいね。これ音じゃ。俺それを装備できるように俺頑張るから。役立つ者だって。やばいな、これで処刑人とかつけたら最強やね。これバッコンバッコン打てますよ、これ。これあとはどうすか。まあ、その会話を終わらせた。わしが呪われていると分かってるだろう。チミドルのブラッカスは宝物庫を守るためにわしを縛りつけた。なるほど。そして宝物庫にわしの魂が勧められた瓶があり、それがないことには出ていけないのだ。そう、瓶ありますわ、目の前。ウィザームーアと同じだね、あの、槍が刺さってたやつ。そうね。瓶が壊れない限りわしは本当の意味で死ぬことができないのだ。彼が何をしてこのような罰を受けることになったのか尋ねやろ。正確には知らない。これが喪失界の王のやり方だったのだ。親しくして破滅させる。わしは例外だと期待していたのがバカだったのだ。まああれだね、駒遣いみたいなのやってたんだろうね。彼の行為は夢中にさせた。言い訳するつもりがないが、これは理由だ。これが理由だ。
まあ、魂の瓶を破壊してやろうじゃねえかじゃん。本当か？お前がお前か？彼はあなたの前で膝を折り、両手をあなたの足の前で握り、頭を垂らす。おお、ひざまずいたな。Thank you。おーい、消えた。アイテムもらえるー。何？ブレイドフィンガー。あー、これは落ちる。ブレイドフィンガー。いやー、もうそれかな。ブレイドフィンガー。バッドキッカー。あ、いらないかな。バッドキッカー。いや、お前それ両手剣の方が強いのはどう考えたって、お前。お尻を蹴るでバッドキッカー。両手剣の方が、ね、軽いスーツ、これだー。召喚術プラス1ついてる。なんだよ。そして多彩なレギンス、体格が上がってクラス2の行動優先度。どうすんだよ。ちょっと待って、どうすんだよ。召喚術上がるだけ。マイクの前に行け、お前は今週過ぎだ、本当に。ちょっと待って。どうすんの？それは召喚…待って。で、今こうやって見ると…さあ、あと3秒で。あー、それ銃いっちゃうのよ。俺、それを装備すると…でも技巧が必要だからね、これ。まあ、技巧1つける。だ、次のレベル行った時にもう俺は使える。レベル10というか召喚術10の魔物が出てくる。さ、君たちが散々強いって言っていた。ブレードフィンガーがいくつある？13、14の23炎。23ってことは15の17か。そう、まあそんな、まあそんなだね。まあそ、今使ってる斧もそんなに変わらないので。その物理防御と魔法防御高え。まあ鎧の方が多分いいかな、物的には。まあレギンスという手もあるからね。体格と HP が上がるから。それはない。あー、それもそれはないってない。まあスーツ、まあまあまあ、俺は降りる。スーツじゃ俺は降りる。俺は降りたい。スーツやな。スーツありがとう。技巧上がるもの誰か持ってたりする？さてじゃあ俺が着る。おかしいよ。早く外して。だって着れないでしょ、あなた。あ、まあ今は着れないね。それまでは私が着ておこうじゃないか。技巧が上がりそうなもんつけてないの？なんか、あ、ブラッカスの指輪。そんなことないよ。ブラッカスの指輪。粘動力はかなり上がったね。3になった、粘動力。相当遠くからいろんなものを動かせるよ。呪いって何なの？愛しい嫉妬。まあここら辺のほら、ゴミみたいな魂の瓶を何とかせばまた出んじゃねえの、ほら。ゴミみたいな。指輪装備していい？いや、下ところで動けなくなるだけだろ。呪いを解く術はないからな。だってすごいよ、あ、ここに、あ、ほら、それ移動させた俺が念通り来て。タムシー行くよ。戦闘準備。あー、装備したい。あー、装備する。いや、ぴったりとハマった。さらにつくハマった。呪いって書いてあるぞ、お前。呪いのおつゆ。いやいやいや、それどうなってんの、それ。状態は状態、呪いによりどうなってる。呪いによりね、まあ、どうなってるっていうと、まあ結構減ってるわね。炎全ての属性がマイナス15になってますよね。バカ野郎だな。回避率がマイナス27、命中率もちょっと下がってますね。命中率下がるのね。それはもうデバフでしかないだろ。どうする、外す？外せんのこれ。はい、ロードして。なんだよ、マイナスがちょっとひどすぎるよ。お前、呪いの指輪なんて。呪いに何を求めてんだ、お前は。いや、ほら、解かない限りずっと外れないとかだったらまだいいんだけど。そう、まあまあまあ、魂、ほら、魂触るよ、ラスク。はい、はい、どう？ピンに手を置く、そのままにしておくかっていう書いてある。手を取る。あなたを夢の中に誘う。 あなたは背を向けた古代帝国のリザードを見つける。あなたは荒野のウエスタン。あなたが追って決まると人間の猿どもはあなたから離れた。一人を除いてその者を笑う。その者は腕を広げる。その者はあなたを家へ連れて行くと言った。ブラックスレックス。ブラックスレックス。彼は見返りに力を約束した。彼はあなたの黄金のウルコを剥ぐ一枚一枚、そして骨をむき出しにする。彼はあなたに王冠を約束したが、あなたが手にしたものは全て手稼だって言っていい。チーン。あなたは高いを試み、あなたのものを取り返そうとしたが、女性があなたを捕らえてタワーまで連れて行った。彼は私を家に連れて行くと約束した。あなたは家に帰ると叫ぶ。家帰る。彼女は扉を閉じて笑う。ここがお前の家だ。
あなたは魂の瓶から手を離す。皮膚がチキチキと痛む。あなたの精神の裏側で小さく怯える声が無に消えるまで聞こえた。バックパックにそっと入れるか、取り粉々にするか、外したんかの魂を吸収するって書いてある。どういうこと？吸収するってどういうこと？使用術プラス1になるかもしれない。行くぜ！あなたは瓶の中で躍動するソースと首の周りの首輪を感じた。手を伸ばすと首輪が締まり、燃える。ソースは瓶の深くへと後退した。あ、首輪があるかに吸収できませんわ。あ、そうなんだ。あ、じゃあこれ首輪があると首輪をどうにかしないとなんかお話したらできるのかな、俺みんなと。あ、ほんとだ。どういうことやね。不死のリザードのビジョンが消えた。どうしようもない。それでもない利己主義。どうしようもない利己主義。与えられる必要のない苦痛、うんざりするわ。サチ、サルバシです。これは誇りと貧欲さの代償だ。この悪党はふさわしい報いを受けた。弁護はできないが、多少の同情はなくもない。誰だって故郷に帰りたくなることはあるだろう。まともな返事しやがった、このエル。じゃあ、あのバッグに忍ばせとけばいいんじゃないの。で、外れたら手に入れればいいじゃん。確かに。マジかよ、魂の瓶。そうだね、今こんな戻ってくる必要ないからね。それもじゃあみんなどんどん読んじゃおうぜ。この瓶は輝き、その魂の瓶は台座の上に立ってて柔らかく輝いている。ああ、ドワーフだってこれ。マジか。ああ、まあ、解放してあげるという選択肢もあるみたいだね。やっぱ魂がずっとここにあるから。そっと入れる。うん、そっと入れた。それを毎回毎回会話が出るわけだ。こんな状況ならばどんな罪でも許されるんじゃないか。このようなヒルちゃんがめったに見れるもんじゃないな。俺も誰よりも先に入れたんだけどね。死者に召使いの仕事をさせることは生きる者にやらせるよ、親切な行いのように感じる。いいんじゃない。すごいな。召使っちゃえばいいんじゃない。解放させるという処行を行った後でこれですよ。恐ろしい魂が込められた古い瓶。いや、あいつらは、あいつは戦ってね、掴み取ったわ。その神の頭部と手を失い剣で切断されたかのようだ。それが何かしらを象徴しているのか、単なる暴力的行為なのかわからない。この像は何かがおかしい。注意深く調べる。あなたがその彫像を調べる証人には一つの美女が見えた。その像に命が吹き込まれ、その壊れた腕であなたを自己中に抱擁する。抵抗することができず、あなたは無限の闇へ飛び去った。お、消えてたぞ。あーあー、もうダメだな。反響の神殿だ。無理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 だ。早く触れこれ。よし。あ、そうだ、帰ろう。あ、出られるようになったぞ、行くぞ。おい、ふざけんな、お前。おい、ふざけんな、マジで。やべえぞ、ね、絶対やべえって。なんか、反響の神殿ってあれだよね。なんかあったよね、そんなの。あったっけ。早く来いよ。聖堂が私をここに連れてきたようだ。あれ、なんかあったような気がするな。みんな違うとこに飛んでるよね。みんな違うとこに飛んでるね、これ。俺、誰かいる。あそこにドワーフがいる。レンコンを見る。やばい、これもう一人の自分と戦ったりするやつや。これ能力をあなたに与えましたよ。総数の力を使い、それを学ぶにつれていつかはこの力を自由に使いこなせるでしょう。あ、チュートリアルが出てくるってことは、ここは結構割と行かなくちゃいけなかったところかも。ドゥナがいる。話しかけてくれ。あなたはあなたで、あれ何攻撃してんだよ。ゾリスティッサや。なんか下ですごい戦ってるよ、みんな。お前、うわ、す、待って、レベルハテナでもう体力8199とかある。あそこ、この奇妙な場所の数は穏やかで静かだ。下大変なことになってる。あなたが遠くの謎めいた人物に近づくにつれて、あなたの耳にさらに沈黙が押し寄せる。オリチスの瞳、三重の土佐家、そして羽の生えた肩、あなたは彼女をあらゆる砂漠の中に喫煙する土壌化に認識した最も偉大な司令神、女神ゾリスティッサである。彼女の尻尾は控えめに足元に巻きつき、指はピンと張られ、その先端が軽く触れている。彼女はあなたを優しく愛情を込めて見つめ、そして歌い始めた。歌ってる。すまなの場所から英雄を呼んだ。我のためにここに呼んだ。はるかに下から英雄を呼んだ。彼は我らを解き放つだろう。歌があなたの心を包むように感じつける。ゆったりとこの時間を楽しむ。なるほど。あなたは突然彼の声に馴染みがあることに気がついた。ここに連れてきたナンパ船からあなたを救ったのは彼だったのか。君だよ。お前はまだやることがあるのじゃっていう。まだその時ではない。ふわーっていうのはそっちだったんだ。そっちの神だったんだ。俺もね、ドゥナっていうドワーフの神がいるから今この目の前に。そう、エルフの神、ドワーフの神だから、各々の神なの。でも種族が違うから、そうね、っていうことだ今。完全に各種族の神と会話してるから、うん、そういうことか。
その言葉平静を保ちながら聞く。偉大な神がゆっくりとあなたが近づく。彼女が接近するにつれ、その歌が徐々に強くなり響く。その指は張り詰めたまま、その尻尾は愛護でゆったりと揺れて。どうやら今、ドゥナっていうドワーフの神は、お前は神聖の道を歩んできた。言うなれば、お前はその運命に目覚めたのだって言われてるから。おただの恥じゃなかったんだ。ただの恥ではない。異端かと思ったら、やはりね、ドワーフの神に認められし者だから。じゃドワーフじゃなくて、ただのあれじゃないの。小さい人間の人じゃない。おかしいだ。我が声を聞き心に留めよ。お前の手は我が捕まえるためのもの。我が声を聞き心に留めよ。祝福。お前のための秘密がある。俺のための秘密ってなんやねん。祝福。周囲に地面やアイテム、キャラクターを祝福するスキルを習得した。呪い状態を解除することもできる。お彼は、今は彼女は間近でその大きく丸い目が、あでも守ってくれたらこの人みたいだった俺も。彼女は両手であなたの顔を支え歌い続ける。お前は我のもの、お前は我自身、お前の生命は我、こいつお前は俺だみたいなことを言い始めたけど。You are my own. 終わったか。彼女は目を細め、後ずさり、そしてあなたはゆっくりと眺め、そして微笑んだ。ソースパワー、ソースパワーゲットした祝福。やべえ、何これ。突然話し方が全然変わったぞ。今まで歌ってたのに、ベルギューとか言い始めたぞ。お前は簡単に誘惑されぬ。お前が信じるべきものからさ。神々の王。感銘を受けたぞ。我が選択が間違いではなかったようだ。すごい感じだなこいつ。ああ。何のために選ばれたのだ。あ、違う。素性明かせ。お、戻ってきた。ただいま。お前は鉄頭鉄尾リザードなのだって言われた。祝福はどうだって。お前が召喚し神となるのだ。やはり俺が新世界の神となるんだ。ああ、ダメだこれ。ゴッドウォークンって言ってる俺。まあまあ、俺らもゴッドウォークンだから。なんだよ。俺が新世界の神になるんじゃないのかよ。言われてることは一緒です。ゴッドウォークン。突然渦巻くエネルギーがあなたに振り込んだ。それはずれと巨大な縄となり、あなたの腹から頭のつま先へ、頭の先へ、つま先に先代と広がるのにゃ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 。偉大なる力が目覚めさせた。はあ。みんなも言われてることは一緒か。まあ、とうとうスーパーパワーが手に入るみたいな感じ。いや、あのね、手に入ったんですけど。まあ、手に入ったけど、俺ら首は取れてねえから。スーパーは使えないから。おかしいな。外してくれよって話。そうね、神々の力で。時が来れば私はさらに求めるであろう。You above all others. Even her pupils now. You know as well as I that there are other forces at play. She gestures to the battle below. A new era is upon us. Not only does man battle, ちょっと散歩してたらボイドウォーク出てきた。何をやっとるんだ。大丈夫だ。My beloved kin, you will. おお、戻ってきた。ただの散歩がこんなことに。どこ行ったのあの人、外か。うん、外ちょっと散歩してた。他に行けるかしら。ちょ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 、倒さないでよ、倒さないでよ。ああ、こっちから出てきたってことか。です。祝福。新スキル、ソースの力。だから首輪。なんで倒しちゃダメなの。倒しちゃダメよ、まだ。経験値。経験値入るでしょ。入るわけないでしょ、エリア。攻めても同じエリアに。そうや、もう。何が起こるかわかんないんだよ。そうやってきて。毒ボイド、懐かしいボイドリングたちがいる。わ、しかも3体もやるじゃないかよ、お前。レベル4だぞ。オッケー、ザコじゃん。もう始まっちゃったよ。終わった。害虫名、オズ1名、エキ病名、オトジャ名、ウジ名。この世界は我らのものだ。だってよう喋るな。しかもかっこいい声で喋ってるぞ。やべえ、かっこいいボイドリング来たな。気のせいかな。経験値1000って見えたな今。経験値 1000? こんな美味しいの。それを一人占めしようと。次のレベルまで4万2000だった。それはめちゃいかんよ。ほら、でもレベル7になったね。これであの魔女よりは1上がったよ。あ、まあ確かに。あ、これはまあちょっと希望が出てきましたな。Stop!
てっきり横のリスにかけてあげるのかと思ったの。なんでね。それは面白いわ。リスがすごいスピードでこうボヤにたちをなんか知らない人がマークついてる。なんだ上のやつ。何あれ。黒いの何。誰。わからない。キリストみたいな。アニジャの後に来るらしいぞ。誰だ。リスじゃない。誰だろう黒いの怖すぎんだろ。リスのターン来るぞ。誰なんだ。リスなのあれ。リスのターンが来る。亡霊の声。あ、やめて。ワッツです。あなたはわしのものだ。私はあなたのものです。あなたは私に従わなければならない。何やめて。何ちょっとあのエリア。何あのエリア。やばそうなエリアになったよ。ナイス。線入ってますね。うわちょっと待って。おー増えた。わーさらに4体増えた。下がります。消えろ。下がります。ちょっとアニちゃん攻撃する順番違うよねそれ。よし俺の横のやつ倒すよね。横のやつはお前自分で何とかしな。そうだよ。死体たくさんあるだろ。そうだった。だが一回一回味方の先送りしてファイヤー外れ。悪魔ちゃんお願いします。あのエリアやばそうだな。ウェイドウォー君って基本何が効くんだ。調査すればわかんじゃない、何でも効くだろこんなの。ターム遅延させたらボイドルリングたちが3体俺より先に動く。全部音じゃやで。あれなんかしかも結構上の方にもなんか一体いないいる。お回転切り見せちゃう。嬉しいね。でも経験値1000がバンバン湧いてきたよ。回転待って。でも次ない4万必要なの。そう40匹まだ40匹。単純計算。お前のエッセンスがめっちゃ喋るじゃん。なんかすげえ知性に溢れてるよなこいつら。ちゃんと喋ってるもんな。やれやれガチャをやれってお前らが言うのが面白いな。嘘だ嘘嘘嘘。やれやれやれ。へへ AP 切れてやんの。逃げたあいつ。しょうがねえな。転がった。もう10匹ぐらい湧かねえかな。まあこの強さだったらな。おう超初世俺からしたらやめとけ。あの位置で爆発させたら割とちくった。割とだよ、ね、え奥から来てんでしょ一体。奥からも来てる。その手前にもいるか。あだもうついでにちょっとこれは。いやいや普通に殴りゃいいだろ目の前のやつ。まあ逆に死なないけどね。うん死なないよ。味方は死なない。行くよ。いや行くよって。この後何匹出てくるか分かんねえぞ。いやでもほら血で回復するからそういう問題。行くぜ。ボーン。うわほらまた湧いたよ。待ってまた湧いた。ちょっとこの数やばいね。さっき言った通りじゃねえかよもう。そして私のシールドが割とハゲた。シールドアップしてたりで。バカ野郎だな。まあでもほら最高じゃん。こいつは一体戦が本当に美味しいだけだからこれ。うんうん美味しいよレベルのところはな。アニシャがあと20匹だか30匹って言ったけど、うん、本当に出てくるかもしれない。出てくるわこれ。全部倒しちゃって。ちょっと属性にしよう。ファイヤーアロー。でいやマップがやばいことになってる。スン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 。超遠くから来るじゃん。すごいね、湧き方がすごいね、なんかスライムっぽい。燃えてもらおうかな、目の前の子には。ミスった。へへ、ミスってますね。た痛くねえだろ、全然。吹っ飛ばせ。やぬ。シールドアップぐらいだ。46もシールドつく。それはそうです。すごいつくね。血の海なんだけど、そこ。そんなバウンシングするあれある。バウンシングどうやってバウンシングするの。近くじゃないとバウンシングしないし。まあその狙ってる敵の半径何メーターぐらいの近くのやつしかしないから。もうだ今この状況だとただ横を殴るのが一番いいんじゃないかなっていう。
どんどんね、作っていただけると死体を。そうね。確かにね。我らのもの、我らのもの、お前たち、俺人間食う。少女たちじゃねえ、ね、完全に。多分ね、本当はね、そういう翻訳だと思うんだよね。ああ、そう。やべやべ、なんかゆっくりこっち来てるやついる。もう3匹ぐらい集まってんじゃん、そんな。大丈夫です。楽しいこと4匹道やってんじゃん。で、ここにあの爆弾でも投げ込んでくれれば。もう最初、それだけで4000ですから。すごいな、もう3万5100だよ、あと。ちょっとボイドリングよりほんと半端ないね。もう一発で倒せるからいいよ。さ、ほい、すげえ。スイーン、近づく。はい、ナイス。迎撃やるよ、音じゃをやるのだ。ほら、やってみろ。音じゃをボイドウォークンせよ。僕のやつから回してやろう。よし、転がったな。撃ちなさい。お前のターンも終わったのか、行け。すんごい。なんで俺の方くんだよ。いいぞいいぞ。いや、あれや、320万じゃねえか。HP いいだろ、別にそんぐらい。全てを体格に振った男さ。なんだよ、あの HP は。ほんとだ。でもあんなに HP あんだったら、ほんとタンクとしてね。うん、俺より優秀なタンクになんじゃねえかと。いや、でもだからタンクって言っても、このゲームほら状態異常系が通っちゃうから、魔法と物理防御がないといまいちね。ただ HP が多くてもしょうがないんでしょうね。その辺装備でなんとかなる。そこそこの防御力とそこそこの体力が一番いいんでしょうね。で、あとは攻撃力に振って一気に敵を倒す。あと3体 ?2 体。2体、ちょっと待って。あれ、あれ定食がない。あった。とうとう余裕でご飯食い始めたよ。いや、定食ね、筋力2上がるからいいんですよ。よくこんなやつら見ながら飯食えるな。よくこんな感じで、ね、それエルフに言っても何のあれにもならないから。そうか、日常のことか。日常のことだから。なんでお前さっきは打てたものがなんで今打とうとすると外れるんだ。それ気をつけないとね、このゲームのこと、ずれることになるあります。あー、打ちなさい。ひっくり返った。あ、燃えた。イエーイ、終わったぞー。とうとう終わったわ。何だったんだこれっていうね。ボイドリングの死体があなたの周りに積み重なっている。だろうな。呪われた液体の正気があなたの足元に溜まっている。もっと注意する必要がある。そうしなければこのような地震によって死んでしまうだろう。来るのは来ればいい。奴ら簡単にうちの店に。ちょっとドワフっぽいわ、なんかその選択。これが獣の全力なら我々は勝利にしたい。こいつ頭悪いな。完全に調子でやられるやつだよ。完全に頭悪いやつだ。一応漁っとくか。これが無法者の野蛮人の力。もしかしたらキラキラキーンっつって言ってすごいものが手に入るかもしれない。増物だけ、まあ増物はね別に使うんで。何？え、あれですよ、皆さん食べてる定食ですか。闇のエッセンス入ってたよ。蜂の巣あるよ、あと。ここに人間の、おお、指輪が入ってる。普通の完成してない店頭の矢。あつ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 。すんごい数。増物は私のところに預けてください。はい。あの全部定食に変えて私が食べますね。定食定食を変えたやつを俺に渡さないでくれ。で、皆さんのあのバッグの中にスッとしまなんかあるぞーって言った瞬間、定食だーって言って、美味しそうって言って食べた。へぇ、美味しいでしょって、なかなか食べたことがない味するねーって。これ誰ねって、作ったの誰って。ボイドボックスね。なんか燃えてる人どうしたの。いや、燃やしたらなんか出てくるかなと思ったけど出てくる。かぼちゃがあるよ。錆びたベルトがあるよ。うわ、なんだこっち。あれ、あの真ん中の緑の球根、毒球根から毒が出てる。壊していい？毒球根だ。私は無理なのでお願いします。お前、手前に当たっちゃった。ほらよ。ん？ダメージ入ってる？あ、あっち入らないぞ、ダメージが。ほんとだ、危ないわ。なんだあの球根は。あれはやっぱなんか物とかで、で、手前も炎の球根なんだね。物で不正に…普通に痛いだろ。マジ痛い、マジ痛い。あ、痛い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 。待て待て待て、連鎖しすぎ、連鎖しすぎ。あ、痛い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 。あ、痛ぶねえ。ずっと攻撃されてた。
今回はね、意外と樽が普通に持てるんで、持って、あれ、塞がないとダメだ。やばいですね、これ。こっち側もやばいですわ。その変な植物がたくさんいるわ。あ、そう。え、また毒出してるの、結局。いや、毒じゃなくて、なんか変な、うごめいてる。うごめいて、おついさん、なんか置けるなら。あ、ダメ。ちょっと待って。あれ、赤でダメ。なんで？ダメですね。置けません。置けません？置けませんね。あのね、そこまでは白いんだけど、球根の上に乗せようとすると赤く表示されちゃう。球根の上はダメなのかもね。あ、任せなさい。あは、え、我が、うっちゃう。なに？我が念の売りの力を見せてやるよ。あ、そうか、アリアナなら届くのか。そうだ。何が？何が、いや、樽を吹っ飛ばすのが。球根の位置を移動させる。あ、球根の位置を移動させる、ね、逆転の発想。邪魔だ。やめろ。お前じゃないよ。あいつ普通に行ったぞ。普通に行ったな。じゃあ俺も普通に行こう。言うて？なんかでも錆びたベルがあるの。鳴らしちゃった。うわー、あ、なんか人が来た。人が来た。語り手、どう？あなたが錆びた鐘を鳴らせやいなや、リザードはあなたの前にある岩の後ろから出てきた。彼女の視線はクロスボーンに備えられたボルトと同じくらい激しい。やめて。死にたくなければ下がって武器を下に置け。お前がマギステルでないと確信できるまで信用はできない。だってバハラ、リザード。何言ってんだこいつ、ぶっ飛ばすわ。, 笑い声を上げ、あなたの首輪を引っ張る。あなたのことがマギステルに見えるか。あ、ん、どうやらマギステルではないということを信用してくれました。あ、いたいた、あの犬たち自ら紐でつなぐこと。はは、登らせてくれるってよ。ありがとう。アマディアの聖域消化してください。あ、バハラってあれだ。あのね、多分ね、レッドプリンスがこの人探してたわ。あ、言ってたな。うん、イエイ、登れるよ。登れるようになったね。とんでもなく危ねえとこだなこれ。なるほど、沼地のバハラに合わないかみたいなこと言ってた。あ、ここアマディアだって。アマディアの聖域、すごいいるじゃん、みんな。金、金、金、とうとう、とうとう金に変える日が来た。あー、予約換金。いやー、換金エリアだ。換金、そこの樽よ、我が。ガレスがいるよ、ガレス。我が眼前。あ、ガレスいるじゃん。我が眼前に来ないだと、この樽。ガレス。それガレスじゃない。サマデルだって、こいつ。ガレスが帰ってきて、彼は私たちをここから出してくれるわ。あ、ハンがいる、ハンがいる、脱出してるこいつ。あ、ハンいる。あ、じゃあガレスとやっぱり一緒に来たんだ。そうだね。取引。ほんまや。あ、平成、ファイアーボール、燃焼、あなたも今に会えるよ。ちょっと、取引俺がやっとくから。物売っとくから。あ、そうね。みんな寝てるね。いや、死んでいるんじゃないか、これ。さすがにこの椅子の下でこれは、死んでいるよね。いや、寝てるんです。オトリアンに送る。送ってお金。オトリアンに送る。アニジャのも俺の方に送っといて。アニジャ鍵ってか、みんなレベルアップと同時に鍵かかってる。これお前、いらぬものをお主に託そうではないか。あ、水系の魔法持ってるな、この人。結構あるよ、金のものとかね。金目のものも。ちょっと待って、ちょっと荷物重すぎて運べなくなっちゃうから。早く売って、ちょっと早く売って、売ってよ、売って、早く売って。やばいでしょそれ、こいつ何も持ってねえか。しょうがねえ。何、炎だとファイヤーボールとか欲しい？いや、何もいらない。ファイヤーボールくれ。ファイヤーボールくれ。炎も買う、買ってる、買って。はい、ファイヤーボールと、あと火花、ヘイスト、自然発火、爆裂とかさっきゲットしたけど。あ、兄者さん、戦略的撤退のスキルブック俺持ってた、あげるわ。は？あ、どっかで拾ったんだ。どっかで拾ったわ。なぜ私にそれをすぐよこさない。アニムス、はい、あげるあげる。最高だ、これで私はまた高み。
まさかの狩猟術なんだね、戦略的撤退って。そうそうそう、狩猟術なのか、俺か。狩猟術、狩猟術、ごめんね、狩猟じゃなくて、狩猟術じゃなくて狩猟術、狩猟ね、狩猟ね、ハンタースキルだった。すごい、なぜこんなに人間の部位は高く売れるんだ。怖い。それはエルフの皆さん投げますから。投げますじゃねえ、食べますから。投げるの、下に投げてんの。その俺が木投げるみたいに言うのよ。怖すぎるだろお前。はいはいはい、いやいいですね。スキルを、もう俺呪いの装備2つも持ってんだけど、したい。いらないならどれかしなさいもん。呪われている。このブラッカスレックスの指輪と、もうレックスの足持ってるから。あれ、自然ハッカーとかアニジャが取ったかな。どうだ、俺のとこから持ってった。いや俺何も言ってないけど。ああ、じゃあ渡すよ。はい、送った。平成ヘイスト、ほい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 。ドクロマークついてるから死んでるな。死んじゃった、亡くなりになってる。普通に物取れるじゃん。取れ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 って。何これ、すごい見たことないあれだ、スキルブックだ。何これ、円結、すげえな、新しいものがとうとうここでたくさん。うん、すごいじゃんこれ。でも2つも必要じゃん。で、お金、これ。あれ、アニジャの方に送ってあるよ、スキルブック。ファイアーボールは、真実の爆炎。当たると敵は炎を流し、被弾性をマイナス 20%。あ、これも送るよ、ファイアーボール。ほい。でも他には大したもん持ってないのか。もうこっから脱出できちゃいそうじゃない、雰囲気は。そうだね、多形術系と悪党系だな、この人。オイルのフラスコゲットした。ちょっと、召喚系のやつ、レベル2系持ってる人たちいないのこれ。探して、探すしかない。エクスター、あ、エクスター、エクスターローグキ、あ、すんごい鎧たくさん持ってた。何これだって、クナップ物理防御59だって。はしかも片手武器プラ1、忍耐プラ1、体格12必要。それ最高じゃん。くれくれくれ、俺にくれ。1128円。いやもう全然余裕だろ、買え、買ってくれ。買う。すごい、道術2で修理工、周囲の味方の物理防御を緩やかに回復する。3体の間14物理回復だって。これをトリアンに送って。すごいものたくさんあるね、こいつ。ここら辺はやべえな。狩猟術1のベアスキンアーマー21-14、体格プラス1。いやこれはすごいな、やばいな。頑丈なコートとかいうのあるけど、いろいろあるぞ。みんななんかガレス当てにしてたみたいだね。やっと家に帰れるわみたいなことは言ってる。なーに、いいのもあるじゃないか。首輪を外す前に来てよかったね、すぐ証明できるから。やっぱ確かに首輪外しやってると大変なことになるんだろうね。あー、なんだろう、ガレスが一応なんか救助隊みたいな感じだったのか。おーすごいよ、パンツとかもなんかいいの売ってんね、こいつ。あれじゃ速攻で靴買ったね。うん、買わせていただきました。ちょっと、え、買うでしょ。もういる人たち。あれ、ん、首輪が、何、私首輪が取れた、取れたな。え、なんで、あっちゃいけないことが。首輪が取れた、これ取れたな、取り外し不可の首輪が。なんで取れた。いや、この女の人に話しかけたら、ああ外してくれたのか。外してくれた。そんなことが簡単すぎる。このレアっていう人を。ち
ょっと待ってね、今一生懸命売ってるから。対象のトーテムを仕上がり、次のターンに 100% ダメージでターン終了。やった、外れた、本当や、外れたわ。こっちやろ。エクスターめっちゃいい装備持ってる。ペインチェーン出た、ペインチェーン、ペインチェーン、ペインチェーン強いからな。ペインチェーンは強いね。ペインチェーンつけてガンガン。あー、俺じゃああれかな、最終的に体力マックスにしてペインチェーンを相手につけて戦いに行くっていうスタイルいいかもね。あー、こっちにねすごい片手打ってる人いる。あ、どうした、ついに出た。待て、ブッチャーやべえなこれ。あ、ここの取引所はマジでやべえわ。やばいわ。これなんか売ってないの。ほほほほ、土術スキルブックだ。やべえ、ここ天国か。うん、だね、本当に。あのね、売ってるんですよ、パワーインフュージョンとか、こう召喚術系のやつが、ええ、召喚したやつに物理防御を与えて、回転斬りと突撃を解禁するとかですみんなどこに行ったんだ。私は今、このおついさん、この人話しかけてみよう、おついさん。え、あ、この人は今持ってるよ。首輪は、首輪はどこ。首輪はこっち、その渡って、先行って、右側の椅子に座ってる女の人、それ、その右。あ、これ、うん、あ、ここにいるね。あ、仕掛けレア、レア話した。あ、外すことできるのって聞いて、え、もちろんよっつって。おお、冗談じゃない、ありがとう。何何、冗談じゃない、冗談じゃないって言うから。何言ってんだ。あ、見れた、あ、見れた、また会ったわね、また会ったっけ。兄者、兄者、早くそのなんか胴体だかなんだか召喚術上がるやつちょうだい、俺に装備できるから。もうブッチャやべえな、ブッチャやべえだろ、ブッチャやべえけど、ブッチャやべえけど、両手か、両手なんだ。あれ、魔法のモーニングスターもいいじゃん。そうなの、いろいろといいよ、ここやばいよ。体力吸収どこだ、兄者。はい、じゃあ俺が着てるの武術上がるんで。いや、もうすげえ頑丈なコートっていう22-15のやつで手に入れたから、この人酔わないよ、酔わないよ、酔わない。グラディアナもなんかいいの持ってんじゃないの。あなたの前には布で包まれた人物が立っている。アマディアの祝福、召喚術おお、アマディア持ってんじゃん、またいいものを。行こう、12。アマディアさん杖とか持ってますよ、これ持ってますよ、ね、アマディアさんやばいです。アマディアさん、あのテレポーテーションのスキルブックを持ってるんで、ぜひぜひぜひ。ほんまや、風だっけ、テレポーテーション。風に必要です、ね、風か。おとじゃくん、風だ、風覚えろ。何言ってんの、お前手袋装備しろ、手袋。え、手袋なんか装備したくないよ、もうそういう時代じゃないんだよ、もうそういう時代じゃない。おとじゃくん、視線の覚悟のスキルブックあるじゃん。視線の覚悟は何なの。対象が失った生命力と同等の与えるダメージボーナスを得る。例えば残り 30% の生命力なら 70% の余ダメージボーナスを得る。つまり相手をボコせばボコすほど攻撃力が上がっていくっていう、とんでもないこれ。俺指輪の中に風が1上がるの持ってる。ヒルですねこれ。じゃあ風1取ればいいじゃん。ん、そう、別に風1取ればいいじゃん、ね、そうですよ、そう。ちょっとよくわかんないですね。俺は止められないから、その指輪から逃れたければね。あー、ちょっと俺そいつと会話したいな。タイカスクプラス2の指輪とかあるよ。ん、待って、普通にここに置いてあるの取っていいのかい。え、拾えるな、ありがとう。ちょっと何言ってんの。三日月のなんか剣あったぞ、三日月と。じゃあ、え、てまあ、というか、まあ、ここの連中全員すごいね、これもうお買い物し放題だよ。お、ここの店員おかしいだろうな、発想が。何を言ってるの、この人。俺らのもんってことでしょ。俺、売った覚えはないから、瓶が1個減ってるぞ。瓶が1個減ってる。何を言ってるんだ。盗まれたんじゃないのか。ラスクの瓶しかない、売ったか、俺。まったく、何を言ってるのかわからないな。じゃあ、ロブ系なんだね。
そうか、首が外れたからそんなことない、2個あんの、アメレットも圧倒的に使えるようになった。ルビールーか、これルーンなのか。物理ダメージが 9% 追加されるって書いてある。へぇ、最高かよ。最高だね、ここら辺は今。なんて最高なんだ。最高気持ち。これもうパンツとかいらないのね、アニジャ機構の。大地主のパンツとか、体格1、土耐性10、15の10、技巧12必要。必要のあるものはすぐ取りに行ってね、俺のところから。え、どんどん売ってっちゃうよ。あ、待って、これ買ったな、バカ。おい、間違えた。売ってただけだ。ああ、複合技がとうとう出てきたな。立ち位置と演術持ってるとこが。そう。ファイアボール。悪党一上がるアメレットあります。悪党は大丈夫です。指輪もありますよ、悪党一上がる。Grant these soldiers your protection. I pray you will. ちょっとゴミを入れるな、ゴミを。ゴミじゃないでしょ、それ多分普通に売れるはずだよ。すんごいとこ来ちゃったね。あと闇の真珠。もう永遠にこれ買い物が終わらないよ。うん、終わらないね。そうだね。まあまあまあ、じゃあいいんじゃないですか。はい、そうですね。ようやく外れました。首。すごい、首はようやく外れたよ。これで祝福も使えるの？よし。どうなの？ You have my thanks for giving. Then you're more the fool than I thought. Without aid, I. あ、I. そうか。ソースもスロットが必要なんですね。ソースロット。そうだよ。ソースロットが必要なんですか、ね、ソースロットはどこで記憶か。何これ。ああ、耐久値ゼロなんだ。ていうか弱いぞ。耐久値がないからか。自分で直してすごい、あの、ヘイチコにあるあの魂の火あったじゃん、うん、このグラティアナ、その血を地図で持ち帰れば私はそれをアマディアに捧げることができますって言ってるよ。最高じゃん。注意してみるわ。捧げちゃうんだ。捧げる。しかしすごいことになった。マジックはまあ必要だよな。ん？直したがいいか。おお。あ、すごい弱いおついさん。え？でも正確に言って、次にこの剣に何かが起こるかはあなた次第って感じ。筋力によりまあまあまあでも普通だよ。ただの三日月と。やばい、ドルダネイ、麻薬がすごい出たってくれる。ドルダネイちゃんと売ってくれれば、うん、あの金になるから。ドルダネイ、バンバン金になります。じゃあパワーインフュージョンとファーサイトインフュージョンするしかないかな。ちょっと何言ってるか分かんない。ちょっと何言ってるか分かんないです。分かる言語で。そうじゃ、ロックビッグを送っとくよ。はいよ。ディジェネとか、ここら辺水はアニジャが覚えられるんでしょ。送っといた。死熱の爆熱とか言って爆発して周囲に炎の地面を作り出し、44から49ダメージを与えるっていうのができた。すごいね。じゃあ俺、土術を覚えた方がいいのかな。自分を強化していきたいんだろうね。すごいね、技もいろいろ増えたな。ファイアボーン。土術誰を持ってたか。まあ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 、はいはい、まあまあまあ。ソースの力はなんかソースポイントが足りないって書いてあるね。
そうですね。あのソースの源から補充しなきゃいけないんでしょ。そういうこと？勝手にはソースの源を補充されないのか。あ、いや、でも記憶のところでスロット開ければいけるでしょ、ソース。させたよ、俺は。固有のスキルじゃないの、これ。いや。私は祝福を入れた、その一番上のスロットのところに。ああ。ブレス。あとはベルトだけですよ、私。あ、でも本当だ。セットはできるけど、ソースポイントだ。なんかいいベルト売ってる人いなかった？いいベルト？わかんな。こんだけ装備してればいけるでしょ、魔女。あ、魔女はいけるでしょ。魔女はいけるでしょ、うん、私もだいぶ強くなりました、ええ、なんかすごい、このハゲ隠すマントをかぶってるね。ハゲ隠しのマント持ってるね。え、なんとでも言いなさい。今の私誰なんだこいつ。目覚めてしまった、ハゲに。ハゲに、もうすごいの、もう一気に装備が充実したわ。あえてよ、ハゲであると。まあ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 、ということで、そうですね、今回は、はい、ここまでということで、はい、まあ時間までちょっと装備揃えておく感じかな。はい、はい、次もお楽しみに。またなー。またな。またね。